場内の掃除まで行ったそうなんですが、そうです、みんなはポップコーンとかこぼさないでね、結構大変なんだから。あとゴミはゴミ箱に捨てる。須田さんと土屋さんは隅々までこうみんなが座ってるところをこうやっていったと。まあ大体あの真ん中ら辺だけ、はい、ちょっと業界的な嘘つけなくてごめんなさい。業界的な嘘つけなくてごめんなさい。